はいそれでは10月12日の卓研の3問に入っていきます区分所有法ですね集会において規約で別段の定めをすれば管理組合法人の成立に関する事項についてはあらかじめ通知しなくても決議することができる丸か×かと。 いう問題ですねえ考えたい方は一旦動画ストップしていただいて動画の下の概要欄の方から問題文ご確認くださいで答えは×ですでこれぐらいのレベルがですね宅剣試験レベル本試験の通常ぐらいのレベルっていう感じですねなので、まあ、これぐらいを解けるようにしておかないとなかなか合格するのは難しいってことですね、まあ、もちろん基本的な問題っていうのは解けなきゃいけないんですけどもえこの問題がまあ合否の分かれ目となるような問題なんですね こういった問題を確実に得点していくというところが合格につながりますので、しっかり勉強していきましょう。で、集会っていうのは原則、事前に通知した会議の目的たる事項、つまり議題ですね。議題についてのみ決議することができます。つまり、こういった議題について集会を行います、決議しますよっていうふうに事前通知するんですよ。これは原則です。 しかし、法律で集会の決議について、えー、特別の定数が定められている事項以外の話、つまり普通決議の話ですね、ここに書いてあるのは特別決議です。特別の定数が定められている事項というのは、特別決議と、まあ、ここには書いてないんですけど、も、特殊決議、この2つを言うんですよ。で特殊決議というのは、建て替え決議です。それ以外なので、普通決議ということなんですね。 で普通決議については規約で別段の定めをすればあらかじめ通知した内容じゃなかったとしても決議できるんですねで一方でここに書いてある通り特別決議とか特殊決議っていうのはあらかじめ通知していないと決議することができないんですねで今回の管理組合法人の設立、まあ、成立ですねこれどうかというと特別決議なんですよ 特別決議なので事前に通知していなかったら決議できないんですね。つまり事前通知が必要だということになります。従ってあらかじめ通知していなくても決議することができるっていうのは誤りだということになります。で、過去問が解けるのとポイントが抑えられているっていうのは違うんですね。重要なのは解けるじゃなくてちゃんとポイントを抑える、考え方を抑えるっていうところが重要です。今回の問題文。 解説も含めてなんですけども、これ内容難しいんですよ。だから単に覚えたとしても、またこれが解けるようになったとしても理解していなかったらおそらく引っ掛け問題で引っかかります。だからちゃんと噛み砕いて自分なりにしっかり理解するってことが重要になってきます。ちょっと今回は無料の動画なので、また無料のメールマガなので細かい部分まではお伝えはできないんですけども、個別指導の受講者についてはわからない部分があったら、えー、言っていただければ解説させていただきますのでご安心いただければと思います。 で2番ですね、宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、または交換の売買に関する広告をするときは、一般売買なのか、専任売買なのかの別を、えー、明示しなければならない、丸か罰かという問題ですね。でこれ、すごく、まあ、いい問題というのか、まあ、宅建業法ならではの問題という感じですね。よくこういう問題出てきます。これは絶対解けなきゃいけない問題なんですね。で答えはツです。 広告する際に明示するものっていうのはこの取引対応の別なんですねつまり売り主なのか売買なのか代理なのかここまで示したらいいんですよ売買の具体的な内容一般売買なのか千人売買なのかまた専属千人とかもありますよねそこまでは記載しなくてもいいんですよつまり一般売買なのか千人売買なのかは明示しなくてもいいです別っていうのは、まあ、区別ってことですどっちなのって話ですそこまでは 記載しなくてもいいんですね記載しなければいけない内容、つまり明示しなきゃいけないのは、媒介である旨は明示しなければなりません。細かい内容は明示しなくてもいいですよってことですね。意外と盲点なんですけども、こういったところをちゃんと解けるようにしておくってことなんですよ。なんでここはしっかり頭に入れていただければと思います。で、3番ですね。え都市計画事業の認可等の広告があった場合においては、 事業地内において都市計画事業の施工の障害となる恐れがある建築物の建築等を行おうとするものは都道府県知事等の許可を受けなければならない丸かツかという問題ですねで考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、えー、下記の概要欄から問題文をご確認くださいで答えは丸です都市計画事業のの認可の告示後、 事事業地で施工のののの障害の恐れのある行行為を行う場合は、え知事等の許可が必要になります。この都市計画事業の認可があるってこれどういうことかっていうともう本格的に工事を開始することを意味してるんですねなのでもう変なもの建てられたりとか経営線貨つまり土地の工事とかされたら困るわけですよだからえ許可が必要なんだと いうことですね知事の許可が必要なんだということになりますこの点についても試験では品質なので絶対に解けるようにしておきましょうで今回の問題でいうと対比部分が非常に重要になってくるんですねで対比して整理して頭に入れることによって使える知識になるんですよなので、まあ、個別指導ではそういった部分も含めて解説していますのでもし自分自身で整理できないまた整理の仕方がわからないという方は個別指導ぜひご検討いただければと思います 今日も動画をご覧いただきありがとうございました。まだチャンネル登録していない方は、動画の下からチャンネル登録お願いいたします。今日も一日、卓球の勉強頑張っていきましょう。レトスのオノでした。